厚生省、厚生省は、かつて、中華民国に存在した省。現在の中華人民共和国厚生地湾族自治区の大部分に相当する。新代の厚生省の管轄区域を、ほぼ継承し、現在の厚生地湾族自治区の近州市、北海市全域、傍城公市の高校区、傍城区、東港市を除く、大部分だが、関東省懐集権を管轄した。 東は、関東省、西は、雲南省、北は湖南省及び、貴州省、南は、フランス領インドシナに接していた。1911年、戦闘3年、侵害革命が勃発すると11月7日に、厚生省は独立宣言、大男厚生前省国民軍が、同月19日、民ニコー運府分が流州に、20日には、 南寧副都督府が設立されている。1912年、民国元年1月、厚生軍政府の行政機構変更が行われ、軍政士と民政士が設置。1914年、民国3年5月に民政庁を順安しに、1916年、民国5年には順安氏は、省庁と解消されている。1925年、 民国14年8月3日、公衆国民政府は、厚生全省水税所の設置を決定、全省の軍政及び民政を統括する、中央集権的な行政機構を設置したが、1926年、民国15年5月13日には、厚生全省水税は廃止となり、商業性機構は商務会議に移管された。百二十七年、民国十六年二月十五日、 国民党公衆政治分解は商務会議の廃止を決定。その機能は省政府委員会に改編。5月15日に、厚生省政府委員会が南霊市に成立した。1927年、民国16年に発生した上海空出た以降、厚生省は南京国民政府に帰属した。1949年、民国38年11月2日。 国境内戦の結果、共産党軍により解放、すなわち占領され、中華民国は実行支配権を喪失している。新大の厚生省の紹介は、経林県に設置されていた。新外革命後、厚生省産議会は、経林に反革命派勢力が存在し共和制の政治体制を確立するに、問題ありとして、難年へ移転させる主張が行われた。 しかし、経林は信頼を通して、紹介が設置されていたことから、紹介移転には、強い反対の声が上がっていた。そのため、軍政、教育、司法の三種を経林、それ以外を南寧に設置する現状を追認、厚生臨時議会が成立後に、改めて協議を行うこととし、1912年、民国元年、中華民国が正式に成立した後もこの方針が、追認された。 同年8月、厚生都督及び厚生議会が南寧で業務を開始。これにより、南寧が正式に厚生省の紹介となったが、6市中3市は経林に設置されたままとなっていた。1914年4月25日、厚生民政庁は厚生都督との協議の結果、紹介を経林に移転することを決定。1915年、民国4年6月。 大三統領により、南令が紹介と定められた。しかし将軍は、経輪に継続して駐在したことから順安氏は年に一度経輪に、出張し将軍と協議する必要があった。この決定に対しても厚生各界から反対の声が上がり、南令派と経輪派の主張が繰り返されていくことになった。1936年、民国25年10月。 軍事的弱点のある南令より経林に紹介が移転している。日中戦争期間中は日本軍の進攻により経林は陥落、紹介は一時期よろし山県に移転されている。侵害革命直後は、信頼の道は廃止されたが、1913年、民国2年2月、北京政府は、正域に南道、宇つ、高道、利高道、流行道、 南道、陳安道の六道を設置、4月5日には観察士を任命している。1914年、民国3年5月、道管生に移居し、南安道、宗古道、桂林道、流行道、田南道、陳南道と改称されている。1925年8月、公衆国民政府が、公正道を管轄すると、道制は廃止されている。 中華人民共和国成立直前の管轄権は下記の499件。このほか1947年2月に南京政府により設置が決定したが国境内線の影響で正式に設置されなかった県は下記の通り。行政多田視察制度は小政府と県政府の間に中間行政機構を設置し各県を監督させる制度である。1927年。 民国16年、厚生省政府は、召喚かつ区が広大であり、各少数民族が雑居する状況を考慮し、国民政府に、厚生各区行政ただ視察所組織条例を、上申。国民政府は11月14日に、行政ただ視察委員の設置は1916年、民国15年に廃止した道制を復活させる、もので経費問題もあり、 設置は認められないと不許可の方針を伝達している。しかし、厚生省政府は、京林、流行、田南、陳南の4区行政ただ視委員の設置を再度、上申、同時に関係条例案や予算案などを提出しているが、1927年、民国16年12月13日に再度不許可の決定を下している。1934年、 民国23年3月10日、行政効率向上のために、厚生省行政監督特撮省定を交付。当時行政院は交付した、各省行政、正しさ市政員残高条例や下北省や、河南省が交付した、総引内各省行政察選書組織条例とも異なり、管轄県への省政府政策の推進、管轄県の監督と県同士の連絡業務、 管轄県の県庁及び副県庁の人事効果を目的としたものであり、南寧、桂林、青切州、平楽、劉州、百色、劉州、天保の8区が設置された。1936年、民国25年9月に9区、翌月に10区、1939年、民国28年2月に12区に改編された。1930年、 民国29年11月、行政ただし察委員が正式に発足している。1942年5月には7区に、行政統合が行われた。1945年、民国34年、日本の敗戦以降は、前省は9区に再編されると同時に、ケイリン氏は、小直轄氏とされ、1949年、民国38年の中華人民。 共和国建国まで添い重ねされた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。